沖縄の屋良智春選手です。広島から調子どうですか？そうですね、そのまま維持していると思います。はい、屋良選手沖縄ですけど、結構梅雨の雨ひどかったですね。練習できました？そうですね、今年はもう太陽の日見るのがあんまなかったですね。練習も全然できてない状態ですね。で特に今年ひどかったですね。そうですね、今年はもうひどいと思います。でも屋良選手最初最近動いてますね。そうですね、やっぱもうちょっと自分で動かないと何とかしないとっていう気持ちが強すぎて、そしたら体が勝手に反応してる感じです。いいことですよね。はい、で西田選手ももう屋良選手につきたいと。そうですね、任せてもらう以上は、もう最近動いてますので、で西田選手が喜んでました。はい、ありがとうございます。で後ろの方3番でも木戸崎選手。そうですね、木戸崎さんも、はい、3番って固めてくれるっていうので。はい、どうですか、また今日は晴れてるんですが、明日またちょっと梅雨入り入ってさせばもう。そうですね、なんか明日明後日大雨らしいんで、ね、また、はい、結局雨の流れですけども、でもそうですね、まあ全然多分大丈夫だと思います。そうですね、はい、雨で感じ。じゃあファンの人に一言お願いします。はい、明日九州で決められるよう頑張りますんで、よろしくお願いします。東京の永井優斗選手です。青森から調子どうですか？そうですね、変わらず練習してきたんで体調は問題ないと思います。でこっちがね、関東もですけど梅雨に入ったんですが、雨なんかはどうです？レースですか？レースの雨とか得意とか特にそんな気にはしないですね。してないですか？はい、はいはい。このバンクね、まん丸バンクで、直線がね日本一短いんですよ。乗ってみてどんな感じでした？今朝練習はまだ乗ってないですか？はい、そうですか。で前橋より短いんですよ直線が。そうなんですね。で佐世保久なんでしょ？久しぶりです。変な番号なんですよ。はい、いやそこら辺をなんか今から乗るなら見てもらったら、ね、はい、いいんですけど、はい、でもね永井選手はもう強いですから関係ないですね。もう差しもバシバシ決まってますから。流れの一本です。はい。もうちょっとこう直線の長さだけ、ね、確かめてもらえばもう永井選手大丈夫じゃないかなと思うんですけど、はい、どうですか自転車のセッティングなんかは。セッティングも全然いじんないん で, いじないんです、ずっと変わらずですね。 あまり気にしないんですかね。あんまり気にしてないです。そうですね、はい。長崎も本当何年もう全然覚えてません。いや覚えてないですね。去年いや去年ぶりぐらいだと思うんですけど。そうですか。はい、じゃあファンに一言お願いします。明日から一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。徳島の室井健一選手です。久留米から調子どうですか？普段通り変わらず練習してきました。はい、で明日は翼の後ろ行きたいと思います。竹内選手はもう何でもできるしいいですね。そうですね、はい、強いんでね、任せて、はいはい。いやもうこのバンクの感覚どうです？室井選手が見たら、結構佐世保走るんですけど、走りやすいバンクだと思います。小松島と比べたら風ない方ですね。ない方ですね、はい、ないですね、はい、あそこで鍛われてますからね、はい、室井選手は走りやすいですね。走りやすいです。直線がちょっと短いかな。そうなんですか。日本一短いんですよ。別にそういう感覚なかったですね。、はい、もう結構ね佐世保走ってます、はい、まん丸バンクなんですよ、はい、結構ね、はい。したらもうね任せていいし、これはもうね氷見とくだけでもいいですよね、本当ね竹内選手ね。何があるかわからないんでね。はい、はい、そうですね、はい、相手も強力ですけど、はい、はい、じゃあファンに一言お願いします。一日一生懸命頑張りますんで応援よろしくお願いします。熊本のメロンチェン選手です。メロンチェンチョンジュでございます。よろしくお願いします。幸せになりたいね。幸せになりたい。そうですね、うん。じゃカットしていいですか？ただ、熊本の宇流高友選手です。函館おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱりね九州が優勝するとね、いやあの後どうでした打ち上げは。打ち上げはちょっと暴れすぎました。そうかかったね。いやなんか、ね、盛り上がったように聞いたんですけどね、はいはい、盛り上がりました、はい。いやでも熊本の勢いすごいね。もういや本当もう勢いあって、嬉しく思います、はい。もう今度
後ろ回っていいもんね、強すぎてみんなね。いやもう喜んで使わせていただきます、はい。でまた、また出てくる新人も強いね、北川選手なんかもね。そうですね、もう強いんで楽しみです。本当いいね、はい、熊本の本当、あとバンクがね、完成すればいいよね、はい、楽しみですね、それも。あとどれぐらいかかるんです、はい、多分2年ぐらいかかると思うんですけど、それまでしっかり足つけて、はい。あ、そう、熊本王国だよね、そしたら。で明日は、はい、先頭で、自力自在に戦いたいと思います。あ、はい、あ、島田選手いますね、はい、田中誠選手も、あ、したらいいですね。でもまあね、シリーズリーダーですから、ちょっとプレッシャーかかりますよね。いやいや、もうそんな、あの7社の僕弱いんで、あの伸び伸びいきたいと思ってます、はい、いやいや、騙されんですよ。じゃあファンに一言お願いします。はい、7社の売りは危険なので、ご注意ください。頑張ります。広島の竹内翼選手です。和歌山から調子はどうですか。そうですね、前回優勝してるんで、はい、別府は欠場したんですけど、はい、まあ、調子自体は変わりはないです、はい。いやもう竹内選手なんか何でもできるイメージなんですけど、これはバンクのイメージどうですか、佐世保の。そうですね、まあ、僕自身逃げが決まるバンクだと思ってるので、まあ、今回はしっかり逃げて結果をが出せるように頑張りたいです、まあ、結構まんまるなバンクなんですけどね、竹内選手向きかなと思うんですけど。そうですね、まあ、出てしまえばコーナーが長いので逃げ粘れることができるのかなと思います。いや相変わらずやっぱね、こう遠征函館まで行ってますね。そうですね、その疲れところありません、そんなの。まあ、しっかり別府欠場をして、はい、まあ、練習も、練習も、あ、休みも取れたんで疲れは残ってないです。でも明日室井選手と連携して。そうですね、室井さんと2人で頑張ります。じゃあファンに一言お願いします。3日間しっかり自力出して頑張るので応援よろしくお願いします。